ディスコード、ディスコード、ディスコードの一番下。もしもし、もう新しいやつになりました入りました。入りました、入りました。新しいやつになったじゃあ。あ、みんな入ります、これで。ルームに参加するでいいんでね。そうそうそう。でも、これだとワードパックもちゃんとなってるから大丈夫だわ。あ、はい。いやー、素晴らしい。素晴らしい。ゃさすが梅ちゃん。いや、梅原さんもね、もう配信歴長いですから。 伸びてるね。そんな難しくなかったと思うけど、まあまあまあ。伸びてる。まあいいです。これで、今なんかその諜本員として参加する、スパイマスターとして参加するみたいな画面なんですけど、これでいいんですかね大丈夫です。で、プレイヤーが8人。で、ミートさんが初です。えです。です。じゃあ、何回やります 応援してくださで、とりあえず、あ、もうみんな入ったじゃあ、とりあえず、ちゃんとチーム組んで、仮でやっちゃいますよ。はい。はい。じゃあ、ミートさんは、重報員じゃなくて、どっちやろうかなどっちがわかりやすいスパイマスターやったら覚えるかないや、最初は重報員でいいんじゃない重宝員でいいと思う。重宝員のがいいと思います。で、重報員で、普通にゲームを進行する手で、説明した方が多分、絶対覚えるの早いと思うます。石井さん、すいません。石井さん、スパイマスターお願いしてもいいですかいいよ。 あ、これ、この、この回は普通にミュートにするの。あ、ど、どやしなくてしなくて。いや、しな、いや、しなくていい。あの、これは遊び、遊び。赤チーム、トラボ行ったり、トラボ行ったり。はい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 。はい。はいでも、普通に進める感じ。はい、そうです。で、ートさん、全部これ白く見えるじゃん。はいはいはい。で、実はスパイマスターのトラボと石井プロは、全部分かってます。あの、取らなきゃいけないカードをね。そう。で、これ、赤軍と青軍に分かれてるんですけど。要するに、青軍は青軍のカードを全部。 あの前,あの前開いたら勝ちです青青は青そう赤は赤でそれが先だったら勝ちです、はい、で黒が1枚あるんですけど黒引いたらいいその時点で負けなんでお盆だそうで,<れ>ス,パイでスパイマスターは基本ってこうやってあのヒントをくれたんですよトラバーゲームボーイ2っつってはいはいはい要するにゲームボーイに関,あの関係することが2個あるよって言ってくれてるんですよああなるほどねはいはいつまり赤の正解はゲーム機と、まあ、ゲーム機はまあ確定じゃないですか多分そうですねはい、はい あとは、まあ、多分乾電池かな、みたいな。あ、じゃあ、トラボ君は喋れないんだ。そうです。本当は喋れないです。なるほど、ミュートにします、ディスコード。でも、聞くことはできます、俺らの会話を。了解です、了解ですで、これで開けると、こうやって出てくるんですね、こうやって。で、青チームはこれ、黙って見てるんですね。そうです。で、こうやって、で、終わったら、こうやって渡すみたいな。あ、そうか、赤が先行だから、1枚多いんだ。9枚。そうです。そうです。あ、なるほど。さすがリカイドはいはい。 これじゃあミートさん次石井プロさんが出してくれるんでそれちょっと当ててみてもらっていいですかはいはいはい。じゃあちょっと予想してみてください、うん、ミートさん。新幹線にのぞみとはいあ、はい、るやん。え,えーっとこういう感じでこのあそう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 それで予想立てれるんう <laughs> そうそう青色置いて 1>, 1個なんだあれールか。 多いっすよ。死刑執行にも乗ったりしますよ、新幹線。大丈夫です。どんなケース昔もう足軽に言われてたっていう。ちょっと小泉さん、国泉さん、チュートリアルの間黙っててもらっていいですかでも、これチュートリアルじゃないですけど、本番もこうやって邪魔、ちょっと邪魔する。なるほどね。そうそうそう。絶対喋っちゃいけないみたいな正確なルールはなくて。そうそう。もちろん、邪魔しすぎるのも、ぶっていいんだ。 そう邪魔しすすぎるのはあれでただ、一応思ったんだけど一応ルールとして、うん、あのヒントが出た後は相手チームは黙るにしない出る前は喋ってもいいけど,どヒントが出ちゃった後に喋るとあの議論の邪魔になっちゃうから。はははいはい、はい いいとが出た後は、じゃあ、黙るで。いいとが出た後は、黙る OK です。むちゃくちゃ面白いこと言うんだったら OK にしませんハーこれでれるならいいと思います。そうですね、詳細になるんだったらいいってことですね。これは言ったがいいっていうね。自己責任で。自己責任で。つまんなかったらもう謝りますね。怖いなそれで滑るなら、これはおもしろいなぁ。もし見すわ、しゃべってきたら。 これってその2って数字が出てると2個しか選べないってことでいいのかいえあプラス1取れますああなるほどはい、はい、今って2個しかないじゃないですか、はい、ワードがうん、うん、だけど例えばこれで正解が選べてないと、うん、その本来のその正解が残っちゃう形になるんですよね1個間違えるともう次の番に変わっちゃうんではいはいはい、はい、でその1個プラス取れることによってなんかその一応逆転しやすいというか逆転、うん をちゃんと残してるみたいな状況で。ああ、そうじゃあ、スパイマスターは。これパッと見て、共通項が多いワードを考えなきゃいけないな。あ、そうですね。めっちゃ良さそう。頭いいね、ミートね。ただ、<ー>えっと、えー、気をつけなきゃいけないのが、相手チームとも絡んでくるんですよ。当然だから。<laughs> それを外す、外しつつ。で、かといって、一個とか二個れしかやんないと負けちゃうんですよ。 なるほど。で、3とかも出していかなきゃいけなかったりとかして。ほしいありがとう。梅ちゃんごめんね。梅ちゃんごめんね。時間が設定されてないみたいです。ああ、確かに。あ本当だ。え、そかそかそー。これ制限時間が本来はあるんですね。まあ、本当はあります。えっと、思ったんですけど、どうですか、梅原さん。最初、結構多めにしませんかわいそうですね。先行がってことね。うん。えっと、じゃあ2分、もう1分増やそっか。2分の。 二分か二分の三分でいいんじゃないかなと思,思いましたえーとだ要するに五分三分ってことだねそうですねはいそうですそうですうんうんいいんじゃないまあ実際だってその考えてる間高校考えるちゃうからねそう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 うんまあかなりそこででさらに数も一個多いってなっちゃうとねうん、うん、なるほど。オッケーオッケーやだったらむしろさこれさ、うん、高校減らすはないテンポ悪くなると思うんだ 減は、うん、要は<さ>考える時間がない順目だけ、いいけうん、1巡目だけ、高校、うん、1巡目だけじゃないけど、まあうん、いけるそ<の>いけるいけないかなちょっと後でやってみるけど。最初だけじゃあ3分とかやってお、お互い持ち時間2分だったら多分高校は少なくなるね二2分ベースになれば。うん、いや、でも、いや。 3分必要だと思うんだけど考えるの、ね、勝手に。そうだよね。あの、だから、開幕だけでしょ。開幕の判断をなくしたいってことだよね。うん、そうそう、開幕だけちょっと,と変あじゃあ、開幕だけじゃあご、じゃあ5分にしようか、開幕。そうしよう。いいよ。うん、OK。3> え ?3、3ってことだよね。最初の3分と、あとはずっと3分ずつってことだよね。違う。<laughs> それできるんだ、そんなこと。で,で,きできると思う。 じゃあ、試しに、そのミトさん、の正解開いてみて。はい、指のマークをしていただきます。指のマークを開くと、はい、OK。はい。で、レールも行っちゃってください。はい。そう。こういう感じです。で、大正解。で、プラス1取れるので、もう一枚引いてもいいんですけど、基本的にヒントまだないじゃないですか。だったら、相手にターンを渡してみたいな感じですね。下の推測を終了という。了解です。 カードを開くのは誰がやるとか決めてるんですかそれは決まってないです。うん、3人中誰か、誰でもいいです。解でもいい終了。そうすると次はトラボ行くんですけど、こうやって考えてる間も相手のチームは考えれるんで、うー早く渡した方が絶対いいですね。了解です。あと、あとミトさん、ごめんなさい、あの、これはスパイマッサーやった時なんですけども、ヒントはこういう感じでひらがなで書く感じになってます。 ひらがなはいはい。はい、ああ、そうね、そ,それは、ルルここね、ま、スパイマスターのルールこれ書いてくれ。いや、これね、あのー、ちょっと、えっ、ー、と、これ、最初に言ってた方がいいと思うんだけど、まあ、ひらがなはひらがななんですけど、うん、あのー、例えば、まあ、まあ当然のことながら、文章はだめで、うんうん、単語じゃんいただ、えー、なんですけど、結構ね、あのー、そこ緩いっす、正直。例えば、<laughs> そう旅行、旅行だったらオッケーじゃないですか。でも、うん 家族旅行とかを、まあ、一応許しちゃってはいるんですよ。ああ、なるほど。小旅行とかね。うん。うん、そう。なんで、いいいいまあ、俺はいいと思うんですよ。そっちの方が面白そうだよね。ねなんで、まあ、そこは本当モラルに任せます。了解です。了解です。一応単語ってことになってますけど、まあ、家族旅行くらいは結構許しちゃってはいます。ただ、えっと、 その直の言葉はダメなんで、例えばこれ、家ってあるじゃないですか、今、ヒント、あ,あ、ヒントじゃない、カードで。家が入ってるのに、家族旅行はさすがに、そうか、そうか。あの、ダメっていうか、そのままの字が入ってるんで、一応、このスパイマスターのルール書いておきました。ひらがな表記、1単語で答えなきゃいけない。あと、直訳 NG。家をハウスとか言ったらダメってことですね。<うん S 2> で、キーワード、単語を含む NG。だから、家なのに、家族旅行はダメだと。<うん S 2> で、位置を伝えるの NG。左、左上、右2とか。うん。そういうのはダメだということですね。了解です。はい。はい。じゃあもうやっちゃう多分これでわかるよね。そうだね。ミートさんいける気がするわ。で、全員コメントは見ないようにして、スパイマスターだメンいが見れない。ですよねスパイマスターはマイクミュートで、ディスコ、あの、ヘッドホンは聞いてていいです。おい。はい。という感じです。じゃあ早速やりましょうか。 はい、じゃ、お願いします。はい。お願いします。お願いします。ちょっと待ってね、えっと、ちょっと待ってね、えっどこでいじるんだっけ、それ。こっちかな。いあ、これかな。バイマスターは、そのまま。こっち、どうしよう。あ、さ、あ、あ、分かった。最初の。ヒントの。追加工程。じゃ、こっちは僕で、赤も僕で。すかいや、ここどうする、二分、二分。あ、変えます。石強くない?。石強くない?。石井さんは結構安定して強い。まあまあ、強いよね。 ちょっと待って黒人ここ2分でいいの？えっと開幕ちょっとえっとちょっと聞くね最初のヒントでしょ何ちょっと待ってえっとあなたの配信見るちょっと待ってちょっと待ってえっと今元は1分なのよ元1分だから2分にすればそう先行がゆっくり考えれるそう持ち時間が3分えっと2分かなそうそれいいと思う多分かさ最初3分でもいいぐらいだよ下手すれば長すぎるかもしれないけどそこはまあ任せますあああとさ タイマーをゼロで、はい、あ停止をするってあるんだけど、ははいはい、はいいいそれんじゃなこれってさ、自動で停止タイマーをゼロで停止、あなるほど、じゃあこれ、ゼロで停止するをチェックつけると、ゼロでか自動的に切り替わるのかな、もしかして。あえチェックついてなかった今までは。 今です。今です。ゼロで止まってた。あまゼロでずっと止まってたじゃん。オッケーオッケー。じゃあ、そうしよう。切ります。なんで、ゼロになったら自動的に移動します。お、了解です。いいね、それいいね。チーム編成にします。あの、皆さんも、えっと、他のコードネームの配信とかだと、コメントは見てもいいけど、コメントでアドバイス禁止っていう感じにしてるっていうのは多いらしいですけど。そういうことはおかしいですか 言われちゃったら終わりだからやっぱり見ないほうがいい。見ないほがいい。俺は見ないほうがいいかなとは思いますけど。オッケーオッケー。じゃあ、まあ、インターバルとかで見るとか。そうだね、インターバルで見る感じでしょうか。あと、もっと言うと、えっとね、コメントはコメントでこんなのあるよっていうふうに絶対出してはずなんだ。そうなんだよね。そうですね。だから、見ないで。オッケー、わかりました。ありがとう。じゃあ、それでいこう。すいません。

あれ自分の価値だいぶだいぶ下たな。梅原さんかなり安定力あるじゃないですか。いつじゃあやってるわけじゃないけどなんか梅ちゃんずいぶん謙虚だったら今日。連敗。あいきな始まったななんか。えこれって最後一個コンセプトだけ確認したいんですけど。はいはい。勝ちに行くんですかみんな。もちろんですもちろん。勝ちに行かない。 いや、なんか、芸術点とかは狙わなくていいよ。あ、それはでも、あの、いいかもしれないです。狙ってもいいかもしれあ、の、2個が多いんですよ。でも、3、4狙うと、やっぱ、かっこいいし、おぉってなります。なります。オースターの時は、芸術点ありますね、多分。OK、了解です。あります。まあ、別に、そしたらじゃあ、試してみよはい、お願いします。俺もミュートにします。 今嫁さんと石井さんだけがミュートになってるんですよね。そうです。僕らの声は聞こえてます、お二人。だから悪口言っても反論してきません。安心して悪口言っていただける。ここが青チームは喋っていいんだ。ヒント出てない。そうですしかも赤チームも喋っていいかな、これは。そう、赤チームも喋っていい。ヒントは青先行です。今、こっちか。青先行です。今、青になります。はいはいはい。頼むよ、石井さん。この時に結構見るんですよ。こかなっに。 何あの漢字が難しい漢字があった時に「こいつ読めねえんじゃね?」みたいな感じでバカにしたりとかしてそんなことがあるのいやあるんですよいやあるんですよありましたありました了解しておもろいんでそれこの間柊人君だっけ何かかかしのことをみんなでアンザンコとか言ってあンザンコですかあんざあんざあの昔昭和にいた女優だわつって言ってずっと言ってた そうなんだ。知らねえしな、それ。そう、ばかにします。って。で、あんここで進んでいくっていう、周東君はあんたんここで進んでいくから、ゲームが。おもろいんですよ、そういうの。あと、なんか、ボンちゃんが前回、ピストン運動でなんかやらかしたっていう話聞いてました。いまだに言われますね、コメントで。言われるから言われるから。腰一位とか言って、腰腰一位ってやったら。 チームメイトがめっちゃ悩んでくれて、いやでも、あまりにもひどいよな、みたいな。いや、もう一回絞りたうなもう一うなね。う、視点、ね、があるよな、とか言って、いやでもごめん、ピスト運動しかねえわ、とか言って。<laughs> まさかのレッドブラスとかね、下ネタバースで。いやいやいや、もう別にその辺気遣いそうだからさ、まさかなのいやいや、でも全然だよ。俺も恐ろしいゲームだ、じゃあ。その人のやっぱなんか、その人生観出るんで。はいはいはい。ミートさん、それ、サンちゃんがピストンの腰しったら。

そんなモラルある人間じゃないよって思いながら。確かにね、ピストン運動を当てさせたかったら、それしかないよね。いや、でも、なんかもっと他にあるよなエンジンとかさ、とか言って言われて。 思いながら俺はあそっっかとともりやすちなみにその時ハワイってお題も自分のチームにあってこれも新婚旅行にとかでやってやろうかなと思ったけどダメなのかとか言って勘ぐられるかなとか言っていろいろ羽村ペイニーとか この時ね、デルタっていうのが黒だったんですよ。で、デルタってデルタ航空ってすごい俺らよく使う航空会社で。で、デルタ航空じゃんとか言って選ばれると黒なんですよ、それが。そうかそうか。そう、だからちょっと選びづれなとか言って、言いづれぇなみたいな。そうそう、そうなん届いよ。ゃうそう。確かにね、ワンチャンデルタ選ばれちゃうわ。あれこれ石井さんこれうまぶろうとしてるな。 ねちょっと長すぎるね。長すぎるな3分半悩んでこれ3つとかってやろうとしてんだろ、これ。うん、それか、む、超難しいからね、今回ね。そうっすね。被るのが2つとかないとかね。ちょっと、いや、石井さん2でいいかな。石井さんに期待してっかな、俺。いや、みんなが一番上手いとかハードル上げてるから、これ絶対いいかっこししようとしてるでしょ、そうそう絶対そう。絶対そうだよ。だって石井さん動画作って言葉いっぱいしてるからね。これで俺は、これで俺は 1とか見せてほしいですけどね、これ。何とか1みたいな。逆にね最初、スパイマスターやった時やっぱり1になっちゃいましたわ。分からなすぎて。難しいよね。最初、超難しいよね。てか、まず1分切たのがやばくないし。すでに2なんだ。出てこないんだ。 これもしかして残り50秒しかないってことですかそうです、そうです全部の時差なんで。でも、風雷と。ああ、確かに。風雷の試練。試練、ボーダーラインとかですかね、試練。ああ、確かにね。まあ、一応、候補に入るやつはちょっと押しておくと結構見やすくなる押すだけでいいのか、そうかそうか。そうです、そうです。チェックボタンは最後の答えのところなんで。あと勇者がちょっと一瞬。ああ、確かに。 俺は愛も試練だと思いますけどね。ああ、まあ確かに愛も試練だよね。いや、なんかめっちゃかっこいいやん。かっこいいとこ出してくるやん。とりあえず風流しましょう。風流した方がいい。あとは、むずい。オーダーラインの方が濃い気がするけど。いきますかいってみますか。オーケー。ーダーラインで試練ってどういう意味なのあとでしますよ。はい。あれってか、これ2個選んだのに。 あれなんですね、切り替わらないんですね。あ、そうかそうかそうか。どうなんだろうこれ切り替わんなかったらおかしいね。0秒になってもいかない。そうそうそう。今、0秒になって、なんか、マイナス1、2、3ってなったかもしれない。いった方がいいよね、だってね。そうですね。設定なのかなこれで一つ分かったのは、石井さん、あんだけ時間かけて、大して深いものを作ってないいや、みんながハードル上げすぎたんだ。やめろ。やめたあれ、かわいそうだろ。頑張っとんじゃん。 愛でも勇者でもなかったっていうね。いや、そうそうそう。だから、ちょっと、うわ、そういうの来るか、みたいな。なるほどね。例えば、今ので試練が3とかだったら、愛とか勇者だね。梅原、三輪車あ、ペダルね。ペダルはありそうですね。あとは三輪車。三輪車。そこらは青はしゃべっちゃいけないな。ある程度はいいですけどね。面白いいは え、ないね。<laughs> いいなに何しようよ。YOU さん、ちょっと全然喋ってないですけど、何かあります<に>サニーちゃん。ピストン運動い,いや、うん、これかなと思いますね。えピ,ピストンで、なんか、前後移動でなんか動くみたいな。そんなのあんのないから。いや、でもわかんない<や>。ピスしないか。

いゾウがその二輪かでも二輪かああいうのはあれ三輪とか三輪かあ違うか二輪かいやでもペダルは絶対確定だよねこれは押しちゃっても大丈夫ですあともう一個ちょっと頑張りましょう時間まだ一分あるんで三輪車えマジわかんないなあもしかして子供が乗るかってことで水鉄砲かなえ ちょっと <laughs>、子供が乗るってことで。まあ一応繋がらなくはないですけど、でもそうだなったら俺もピストン,ストン行きたいです。ちょっとピストン。じゃあもういいっすよ。ピストン行っちゃいます。ピストン行っちゃいます。かはい、いいっすよ。全然いいっすよ。うん まあまあ白だったら白だったら白だったいい。あ、お前。今度は腰で残してほしかったな、ちょっと。俺じゃねえからスパイマスター。俺はね、結構ね、今回難しくて、多分水鉄砲で。 子供系じゃないのかなっていう、そこまで言ってくれって感じだったと思うんだけどな。でもかなりやっぱ組む、ね、なか,なね、かなり難しそうだね、しかし。うん、そ,うそうそう。俺、おもちゃ好、うん、きなヒントを一緒にしすてといや、でもミートさん、このし白じゃないですか。赤、赤青、白だっ,って白はあの全然 OK です。ちなみに。うん、黒さえ引かなきゃ。そうです。いや、あの、ミートさんもこの後スパイマスターやられると思うんですけど、はいはいはい。あの、白、これ白も連想しちゃうけどな、は全然大丈夫です。 それ引かせなけばいい赤はよくない。赤はよくない。赤は、赤を開いて、相手チームに入っちゃうんですか入っちゃいます。そうなんですよ。そうなんですよ。だから、引いちゃダメなんですよ。相手、これ一番負け筋なんで、そうそうそう。相手超簡単になっちゃうんで、一つ減るだけで。 これ難しいわそうなんですよだからスパイマスターはやっぱ結構ハードル高くてそれで1とかになっちゃうんですよ星 1>, 1とかにしないとなんか他の取られちゃうなみたいな7一 <laughs> <laughs> ならこれしかないでしょ <laughs> みたいな。自分分ががススパイマターやるここととと考えたら石井さんんの悪く言わわなないいい方そうですすよよかりま しかも、ゆっくり考えて石井さん、ゆっくりこで世間話が邪魔すぎて、俺、ミュートにしましたからね、前。あそこいつら、うるせえなやっぱ、星に走っちゃダメですよ。お互い、お互い、おもろいんで。とはいえ、早くしちゃうんじゃないですかね。も o u さん、トラバさん、ちょっとこれ、三人じゃ、多分これ、マジで水鉄砲しよう。水鉄砲ぐらいしかないし。ないっすかね。 燃料って。燃料ない、三人車で燃料って。三人車にトラウマがある。小学生みたいな。そうか。三人車にトラウマの子供はいると思う。こけないから、三人なんだよ。だった。どう、トラウマがしないように、三人。こんなの、でも、こけちゃうから、トラウマなんだけどね。あ、そうですね。手術。手術。まあ、局、まあ、局所麻酔。局所麻酔。 とこれ開けちゃっていいですよねでもねトラウマえでもちょっと他のも一応最初にこあ、そうか、時間がないのか。そうなんだよ。まあまあ。局所麻酔はさすがにありそうだね。開いちゃうか。そうですね、あの局所麻酔はもう開いていいと思います。はいはいはい。で針もあるんじゃないですか。針もある。針もありますね。針ある針の方が濃いかじゃあ、針、針行こうよ。OK ケー OK です。時間ないんで、針いっちゃいましょう。OK。 オッケー違うよ。ガチで針だと思った。確かに。今回むずいんだな。むずそうです。えぇ。ええ三輪車なんだ、マジで。なんだろう。いや、俺、水鉄砲や、でも、うネットカフェ。コミンク。あ、そうっすね。 あ、あまこのとりあえずこの二つでしょうね。この2つですかね。あとないっすよね。ぱっと見はそうっすよね。うんうんうん。ううん。ん。まあ少なくとも三輪車よりは分かりつつ合っててもんで。うんうん。遠いんですけど空腹飯も食えるんでね、一応ね。一応ね。ああ、まあ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 、確かに確かに。まあでもコミッ会員証でしょうね、多分ね。まあコミックはとりあえずガチでし行きましょうか。じゃもう開けちゃいましょうか。はい。で、会員証も開けちゃいますよ。はい。どうぞ オッケーで、ラスト、さっきの。三輪車,車。俺、水鉄砲だと思うんですよね。ロボット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 だと、なんかもっと言い方が多分あったと思うんですよね。ペダル。三輪車、ペダルと、えっ、ー、と、ロボットで。3人車じゃなくてもいいわけじゃん。あ、まあ、ま、うん、<ー>そうそうそう。三輪車って、たぶ子供が乗るものっていうのは、たぶ連想させようとしてるから。 バドワイザーとかも絶対ないじゃん。まあそうですね。やっぱ俺ね、本当に水っぽだな気がするんだけどね。確かにペダルだったら自転車とかもありますからね。そそそそううううあえて三輪車って言ったことは。確かに。でしょなんだお前トラボゆうさんが言うとお前確かにって言うけど俺が言うとお前。そんなことお前ばっかりいやもう呼び出すじゃあいいですか水でいきますよ。いきますよ。ましょう。はい。

そ,かそ,そんなに別に数字上の不利はあ,のあ,のあんまり感じる必要はないですね。はい、トラウマも候補のままそうですね。だから現状、その俺らその手術で多分トラウマくらいしかないと思うんですけど、うんうん、次、もし正解が2つ選べたりしてたらもう一個追加でいっちゃってもいいんじゃないみたいな。人間だけだと思ってんだ<は>動物の,動物の あご <laughs> <laughs> めんなさいごめんなさいかぶっちゃってごめんなさい。え <laughs> ゃべんじゃねえや。<laughs> すいませんすいません。動物の何動物の何ちゃんとボケいいよ。いや動物の手術ってあるでしょ獣医っていうのはだから象も可能可能性あるでしょだから手術でしょ。<laughs> 多いな言。言い直してこれだもんなかなり動かいやから言い直して最高のこれかか <laughs> なんだよ。悪い言い直させられた感はあるけど。<laughs> <laughs>

綺麗も黒人さんは。そうなんだよ。優しいからね。目が輝いてるもんな。包丁切ろう、包丁で。包丁を切ろうってのはよくわかんないよ。石井さんでもやっぱじっくり考えるんだろうね。ちょっと。なんか、ゾウよりもいいね。ロボットゾウじゃないゾウ、俺もゾウは何か。ゾウは確かにイメージあるね。 ボっただけでいいですよね、でもね。ああ、いいですね。そこは一番硬そう。ゾイド。ゾウのゾイドありましたよね。ゾイドって、鬼の大きい大きい機械みたいなやつですよね。動物を模したプロモみたいな。ゾウは超ありそうす。ゾウっぽいけどれ。じゃあゾウ行きましょう。おお、すごい。で、トラウマ行きましょう。トラウマ大丈夫だと思います。 他なさそッケー3枚抜きされたらやばい。やっぱね。考えてるだけある。さんいいよ。2でこう。3枚抜きは石にはできない。俺は思う。しかも最後残ってるの3つは相当むずいでしょ。なあ、そうだよな。確かに確かに。まだ2ターンかかると思いますね。そうだから、こっちが2、あの、ちゃんと2行こう。2行こう。2。3でも3でもでかいですけど。ここで石井さんは3来るんだよな。 ただ、一でも、石井さん3だよ、次3だよ。3万円のほぼ勝てそうな。いや、俺がなんで石井ちゃんの相手を梅原に示したかってことよ。四行くよ、これは多分。いや、そさっきまで2でいい、2でいいとか言ってたの。俺の梅原さんは、出てこねえから2ばっかでやってんのに、ここで四出せんの四来るからね。溜めてたの溜めてたのじゃなかったら一番さんの会社呼ばないよ。足立区、暴力空気。足立区。

万能だ万能なんすよ。でも梅原考えてるこれマジか4抜きしてるの。いや梅さん2でいいっすよ。2で全然。二二でいいっすよ。でいい。あと分かんない。多分石井のさ残り3の青も分かってるから結構勝負しないとまずいのかもしれない。だから結構4行こうとしてるのかもしれない。これ3枚抜き狙われる可能性が高いカードなのかもしれないね。ああ、なるほどね。梅さん1分切りそうです。お願いします。 これミートさん今、黒人さんが言ったのガチで、そうで,、うん、でこう石井さんが残り3つ全部、例えば,例えばタラバガニとか、他に食い物があったとしたら3つ。食い物さんみたいな感じで終わる可能性あるじゃないですか。はい,はいはいはい。俺はね、で,で、いでは4つアド,ドワイザー。お暴力、うん ああデースして暴力酒癖悪い。はははいいい確かにそうですね。でもそれぐらいしかない。なんかでもスきっぱらに酒入れるとり早いみたいな。ああ、それあるね。あるはあるある、それはある。あるあ、あいいね。ああどっちだデースしやすいね。まバドはとりあえずバドは確定じゃねバド行きましょう。オッケーあと20秒。 あと20秒多分俺ね空腹の方が泥酔しやすい気がするんだよなおまマジっすかじゃあ行っちゃいますだって暴力って泣くやつもいるし笑うやつもいるし泥酔するとあまあまあ確かにそうっすね俺は空腹で行きたい行きたいっすねいいっすかい,いいっすかいきましょうじゃあいきましょう<ー>うわっガカー 勇者勇者いやでしょ勇者と勇者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 勇っ勇者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 勇い勇者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 勇か勇者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  愛愛もまあ一応候補には入ります。候補に入れて。朝王とローラ姫って何かありますいや姫と王だけど。いや、姫と王がつながってそんな気がするよね。でもそれだったら姫だけでいいか。勇者と朝王でつながりそうじゃないですか。姫、そしたら愛もいけて、あバカだな石井さん。姫んにすればいいのに。いや、違うんですよ。あと2個しかないんですよ。あイいいあっ、取っちゃえばいいんだもう。待って。 あの、待って待って、ローラー姫。ちょっと、うん。勇者は消さないりだと思う。勇者は確定だから。勇者行きまじゃあ勇者行きましょう。はいはいはい。で、ロ姫っていうのが何なんすかねローラって何どういうことあの、ドラクエ1のお姫様なんですよ、ローラ姫。えー。で、最後結ばれるから。愛かなぁ。愛なんじゃないかなっぽいなぁ。いや、ドラクエやった時期はいつですか ?13 歳ぐらいでしょ <laughs> いや最近リメイクやり直しててもおかしくないだろう。<laughs> 中二病じゃないですか。まあ、ローラヒブで中二病ちょっとレベル高すぎるぞ <laughs> <laughs> そんなか組めねえよ。いや、ないなぁ。アイかアサ王だけど、俺の中ではアイ。あアイかはアサオね。アイ<ー>、じゃあ、アイ行こか最<後>、まあ。ここミ,ミスったとしても、さすがに赤じゃないじゃないですか。 そうですねここで赤だったらローラ姫入れてこないっすよね。うんまあ多分これはね、愛で決まりだと思うな。俺もですね、アーサー王だったらやっぱ姫2位にしてくると思うんで、確かに。うんうん、かローラを入れたことによって、間違いない。連想させたと。石井さん、信じてます。石井さん、アイコはい、いっちゃってください。じゃあ、ミートさん。うん ーボールだったか、ボールだったっすね。君たたち信じてよいやー、てか、まじ、石井さん、石井さんに行くんだよ。やっぱり、やっぱり石井さんすごいな。これ、あれだ、石井さボールを取ってても次、トリックアートとタラバヤンに共通なさそうだけど、あのさ、ごめん、その前にさ、一個聞いていいトリックアートって何あのー、マジできつかったわ。逆角みたいなやつだよね。

今ずっとさあ出てきた自分のに関係ない。早かっ梅ちゃんマジで嘘だと言ってくれよ本当に。早かったな今の。でもでどっちしろどっちしろ負けだ。どっちしろ負け。多分これ空腹と同じこと言ってるぞゃなうん。太ってなくてもダメだわ。いやでもいやごめんマジでね。いや低水空腹かなと思っちゃったな確かに。いやあそこは俺も空腹なんか行きたくなりましたけどね。わ全然わかる全然わかる。もう低水だからなみたいな。 でも空腹残ってたらそっち難しかったからね。あとワンターンあったからね。だからこれ、ウインナーとかもうハロウィンってことにもう決め打ったのね。ああ、なるほどないから。あでそ、最後に食いんって出して。

トリックアートって俺の中でも食い物になっちゃってるから。うん。暴<あ>、ね、力とその、アー <laughs> トリンが繋がんなくて。あーとって書いてあるんだけどね。うん。い食い物だったから。渋谷、渋谷とかも相当き苦しい。 いや俺食いもんでカタツり開く黒人さんが見たかったな確かにねそれはもうどう考えても梅原が悪いしちゃった食いもんで見って言われたらもう無理だよねいやでもやっぱ石がやっぱ強かったっすわねえ石強かったね強かったいやそんなことないですよそんなことそんなことやけどねやっぱりボンがねローラ姫っていうのはあれ見事だったよねそうだね いや何なのかなと思ってミートさんがちゃんと解説してね、ドラクエのやつ。ゲームをやってなさそうだなと思って、なんか、いろいろ心配になったんですけど。ワンチャンアーサー王いきそうだったけどね、アーサー王もそうっすね、なんか姫とやっぱ一応ね、つながるから、そう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 。ただなんかローラだからな、みたいな。確かに。あ、の本当にそこだけだったね。王女の愛っていう相手が確かあった気がするんですよね。 ああ、ああ、確かに。ドラクのカードゲームやってたら、結構わかりますね。王者の愛が入っちゃってるわけ。王者の愛って。あれはローラキメのことでしょう。王者の愛って。いうそ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 う。だから、またどっかなと思ったんです。なるほど。いや、僕もすごいよね。毎回二ずつ石井さんのアキレス腱を。ね、やるわ。さすがでもこれさ。いや、先行やっぱさ、三出さなきゃいけないじゃん、どっかで。そう、きついんですよ。そう。ああ、多分きついよな。うん。

これいくわ殺すわ腰1来るからね腰1来るからお前まあちょっと待ってもらっていいですかなんか音がねバランス悪いちょっと30秒もらっていいですかオッケー俺も一瞬証明してきますはい30秒ですげえいや俺ねなんかぼ、ールってか成長した感じがすげえ感じたからスパイマスターも多分伸びてる可能性が多いならややってみたいじゃないでかまあ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 スパイマスターでもスパイマスターなりの 難しさありますよね。そうなんだよね。そうなんだよね。<ー>なんよね。で、どっちかはい。あの出すこう当てる当てるのが楽しい人と出すのが楽しい人っていますよ。はい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 。俺完全に当てる方が楽しいんですけど。いや僕も当てるいやでも僕当てる方が多分得意なんですよね。うん、ああ当たる方が苦手。そうそうですね。でもなんか伸びしろあるんででも。<laughs> スパイちょっと頑張りたいっていう面白さ、伸ばしたいっていう面白さがありますね、スパイマスター。やっぱり、3発とか4発取った時の気持ちよさは半端じゃないですか。そうなんですよね。これでもやっぱ3発狙いたくなるな。そうなんですよ。狙いたくなっちゃうんすけど。3発でも相当むずいっすよね、これ。3はやい。以上はもうかなり。でもこれ一応二は出しやすい感じになってますね。 2はなんかスパイマスターは多分毎回狙わなきゃいけない。あと、うん、のことのバランスを考えると、ちょっとまあ2でも簡単な時と難しい時ありますよね。いや、でも俺、これ1やっちゃうな、多分 <laughs> <laughs> いや、むずいっすよね、これマジでねお。お待たせしました。